ん、はい、クレマグです。おはようございます。フランです。今日はどっちで行こうかな。はい、というわけで今日はですね、はい、よく見ないかな。ね、どうしたの？どうしたの？見ないけど、なんかすごくや、それでき本当ならできんじゃねみたいなことがあって、うんうんうん、何？あのすごくさ、あの、うん、喉に刺激のある飲み物あるじゃないですか。あー、確かにあるね。いいかもそれ。それをなんか一気飲みして、うん、なんか例えばなんかよくあるのが山手線一周言えたらなんかクリアみたいな、あゲップせずにみたいな。あれか、牛乳の早飲みだ。ん、喉に刺激あるもんね、牛乳とか。いや、どっちかっていうとまろやか。まろやか、あ、こちら炭酸を一気飲みして山手線一周言えるまで帰れません。え、帰れませんの？山手線一周にすんの？やっぱさ、うちらだって。うちら、うちらさ、うちらさ、オリジナルのさ歌あるじゃん。ああ、それでいきます。うん、それでいいと思うんだよね。要はじゃあ言ってもらっていいですか。はい、うちらのオリジナルソング、その名もカエルの歌。何？かっこ臨床、かっこ臨床、それをやっていきたいと思います。マジ本当うちらこういうのしか思いつかない。でもさ、やってみたいじゃん一回は。なんかまあよく見るやつってさ、うちら今までやってこなかったものが多いから、ね、ど定番の企画を、うんうんうん、だからちょっと今日はこの一気飲みをしてカエルの臨床をね、うん、やっていきたいなって。カエルの臨床ね。いや、ちょっとカエルの臨床だけ練習してみる。オッケー、せーので。何？合わせづらいな。それではいきましょう、はい、せーの。あれ、私ちょっと今日味ついてるの選んだんですけど。え、ってか何？え、コーラですか。はい、私は今ダイエット中なんで脂肪の吸収を抑え糖の吸収を穏やかにする、その名もゼロキロカロリーサイダー。ありがとうございました。なんかうち味ないの無理なんだよね。炭酸で味ないって何って思っちゃう。あー、確かに。ゲップ、ゲップした。じゃあもう終わりね。じゃあ帰るから。一つ言っていい？いやね、くっそ炭酸苦手なの。一つ言っていい、うん、うちも苦手なの。なんでこの企画を持ってきた？ちょっと今から TikTok で見るやつあるよね。ああ、こういう、うん、あの乾杯のやつね。はい、はい、志は低く低くする。女はモテない方がいい。自分から男に借りに行くな。ネガティブじゃない、大丈夫。どうしたの？おトイレは3回行け、はい、靴下は脱いで洗濯機に入れろ。わかりました。何が、はい、コンパ行こう。コンパ行こう。用意、コンパ行こう。いてー、あ、ゲップ出そう。ダメ。ハリハリ君の味する。あー、やばい、あ、ゲップ出そう。全然進んでねえ。これ一気じゃないかんね。話しちゃってね、うん。出る。ダメ、我慢して。やばい、出る。ダメ、ダメ、ダメなの。女の子はゲップにしちゃダメなの。自分はシンデレラだと思って。シンデレラ。Bye-bye.